久保さんまあリアルとネット、まあどっちがリアルなんでしょうね。<laughs> まあ正直そのネット上で、まあいろんな誹謗中傷だったりとかネット上で暴露されたとしてもネットを見に行かなければ別に何もわかんないですよね。<laughs> 別にその、なですかね。うーん。 まあもちろんその芸能人の方とか他の人とねいろんな接するっていうお仕事をしてるので自分が見なかったとしても周りがっていうところはあると思うんでそれはあれかもしれないですけど一個人が、まあ、僕と久保さんみたいな生活もししてるんだったらまああんまり関係ないですね <laughs> <そう> <laughs> まああんま人と会わないしネット完結だし別に見ないものは見,見なくていいしっていう自分で精査すればいいだけなんでなんかねその どっちがリアルなのかっていうと、もう僕はもうネットの方がリアルなんじゃないかなと思うんですよね。ネットビジネス怪しいって言ってる人がネットいっぱい見てると思うんですよ。SNS いっぱい見てると思うんですよ。だからね、もうネットビジネスが怪しいではなく、ネットがリアルっていうね。ネットがすべてみたいな。意識がみんなそこに行ってるので、なんかネットがリアルになったんじゃないかなとは思いますよね。だって隙間時間ずっとスマホ見てるじゃないですか。うん。なんか、 すごい世の中になりましたねいってらっしゃい